座れる方座っていただけると後ろの方見やすいんでよろしくお願いします。のカニのもう噛んでしまった。テレビカニの大感謝祭、はい、大感謝祭、はい、昼の部、うん、あえて昼の部というふうに言ってますけれども、はい、ここからはですねどういったことがあるのか、はい、細かく説明してやると、まあ、つまんないので、まあ、知ってますよという方もいらっしゃるかもしれません。初めて見ますぐらいの気持ちを持ってください、はい、今回のちょっとお見せしたいのは、はい、実はこのカニという町には非常に有名な武将が結構います、うん。例えばこの横にある三角山の向こうには明智城跡というのがありまして、そこはかの有名な明智光秀公が生まれたんじゃないかなと言われている場所で、向こうの方土田という町にはですね土田御前という織田信長のお母さんだった方が生まれたところ、あと生駒っていうね有名なお家もあるんですけど、はい、そのへえ、そこは僕の家とちょっとゆかりがあったんです。おお、驚いたんですはい、で向こうの金山というところには森蘭丸、森吉成、森長吉という3人のすごい、そんなにそんなにやねそんなすごい、今挙げるとすごいですね、数が、はい、食べてもう一つ、一回絞って挙げとこうか、はい、お願いします。カニに、カニで御岳っていうところには、はい、カニ才蔵っていう笹野才蔵っていうすごい豪傑がいるんですが、はい、その人もそこで生まれて育ったっていう話があります。へえ。そして一つ驚くことが、はい、これ後でまた言いますけどね、はい、名古屋おもてなし武将隊ですとか岡崎の武将隊ですとかいろいろあります、はい、元そこにいたっていう子たちがカニ出身っていうのが多かったんですよ。俺は集めないと、なんか奥の方で入る、はい、奥の方で集めないといけんかなと思いまして、いけんかなってどこの方でいかんかなと思いまして、今日来てくださってる人は、はい、そうです、みんなカニの、ちょっと今日それで武将たちに体を貸して登場してくれます。はい、まああんまつらつら僕が喋っててもしゃあないんで、そろそろ、あ、そうですね、皆さんお待ちかねですので、それではお待たせいたしました、はい、1日限りの降臨です。いや、はい、水産 CTK 蘭丸武将隊です、どうぞ。の二つ名を持つ森武蔵の神長吉、十三で家族を継ぎ十六で友人、以来信長公にお仕えし様々な戦場を往来、数々の武勲を挙げてまいった、華々しく27年の生涯を閉じたのだ。わしは大好きな信長公にお仕えできたことを誇りに思っておる。だ信長様に天下にも代え難いものと言われ、その最後にも立ち会った森蘭丸がかの有名な本能寺の変を物語りましょう。
天正10年6月2日早朝、毛利攻めを推し進める羽柴秀吉様の援軍のため、京都本能寺にわずかな禁酒を従え退陣、お休みになられておりました。1万5000もの兵が迫っているとも知らずに。時は今、雨が下しるさつきから、体温ある親方様に弓を引くのは恨みからではない。下国上を押し古き因習を打ち破ってきた親方様に報いるには、自らもまた新しき道を生み出す織田信長となり、そしてただ超えることのみである。さあご覧あれ、敵は本能寺にあり。比べれば夢幻のごとくなり、ひとたび書を得て滅せぬものの、あるべきか。この蟹の地にゆかりある五人の勇士、とくとご覧総れ。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、あ、信長公だけ優しい顔に戻られてましたね。ちょっとじゃあ並んでいただいて少しお話を教えてください。聞かせてください。立ち上がって並べばいいですか。立ち上がって、お願いします。どうもありがとうございます。大丈夫でした。大丈夫です。ありがとうございます。まゆちゃん、すっかり武将隊の一人みたいに真ん中に、いいよいいよいいよ、そこでインタビューしていきましょう。あ、なるほど。でもせっかくね、吉成様にマイク向いてますんで、あ、はい、はい、ちょっと吉成公という人はどんな人なのか、森家といいますと、森蘭丸ですね、一番皆さんから見て右側、森蘭丸が一番有名なんですけれども、そのお父さんに当たる人ということですね。はい、はい、お父さん、なんだい。茶番ですね。はい、本当にさっきまでね、かっこよくやってらっしゃったのと今のこの柔らかいギャップっていうのが非常にそれも魅力の人だったんですが、ありがとうございます。ここからちょっと武将としてではなく、じゃあ一個人、はい、三輪智則としてちょっと話してください。はい、三輪様のご出身ですね。そうですね、蟹市出身。
このギャップすごいですね。自信ですね。爽やかすごい。爽やか。はい。今のどういった活動されてるんですか。今ですね、名古屋を中心にはなるんですけども、時々ですね、この蟹市へも帰ってきてですね、イベント出演などを行いましたりですね、タレント活動をやっております。また皆さんの前に出てくることがあるかもしれないということで、そういった折にはぜひ、あいつなんか吉成っぽいなと思った意味が全く意味わからないですか、なんかどっかで見たなというような感じになりましたらですね、ぜひ応援していただければというふうに思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ思ったんです、皆さんのヘッドセットついてますね。ついてます。ついてます、はい、じゃあ自由に喋っていただいて、はい、いいですね。ただせっかく乗ってるので乗ってます、大丈夫です、はい、じゃあ今こちらにいるんで、はい、宮田大輝として、はい、マルスタジモナミでおなじみ蟹市今治出身在住の宮田大輝です。よろしくお願いします。はい、というかこの中にジモナビでキーちゃん知ってるよっていう方驚いたんじゃないでしょうか。はい、すごい手だったよ、こういう姿もお見せします。久しぶりすぎて、僕部署隊やったの4年前なんですよ、うん、で4年ぶりに、まあ、こういう感じでやったので、なんかちょっともう忘れてますね。忘れますか。そうそう、全然。じゃあこれ思い出していただいた。新鮮な感じがしました、うん、でも言うても花フェスタの方で皆さんね結構活動されて、まあまあちょいちょい着ることはあるんですけど、ね、人前であんまりやる機会って少ないので、ぜひまた今後そういった活動ありましたら紹介させてください、はい、よろしくお願いします。じゃあ今度真ん中の信長様行きましょうか。はい、はい、信長役をやりました長松大輝と申します。蟹市、在住です。でですね、ありがとうございます。普段はですね、オープニングでもやったんですけれども、書道家でも活動しておりまして、月刊チークさん の連載もやっております。で他にはですね、ラジオのパーソナリティ、そして何でしょう、CM、 そして、モデルなどいろいろ幅広くやらせてもらってます。もしよろしければ不都感謝祭されてね、この後の番組に全部影響することいいんだけど、その番組の人なのに自ら番組オープニングご覧になってない方いらっしゃったらなんですけども、一番最初に番組の中で大事として書いてもらいました、大感謝祭、彼がここでビデオバーッと走らせてくれました、はい、なんかご用命がありましたらぜひ、秘書の仕事がありましたらお願いします、はい、見てください。中松大輝さんでした、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあこちらのちょっと黒い、はい、寺尾大成君に、はい、大成君って出身は、出身はですね、僕多治見なんですよ。ですよね。カニちゃうやん、カニ違うんですけど主に僕カニでずっとバイトしてたんですよ。バイトそんな感じで入れるのここカニかまど本店で4年間働いて出していい、そこの赤からひろみ店ってとこで2年間ぐらいずっとバイトしてたんです。ほぼカニの人間です。カニで僕役者を始めたきっかけになったので、カニのアーラで始めて、そうなんです、カニの演劇ユニットにも参加してたもんね。そうなんです、そこがきっかけなんで、もうカニ市出身といっても過言ではないぐらい。過言です、はい、過言なるほどね、過言ではあるけどね、はい、うん、はい、まあ、で僕と出会ったんがかまどやった。そうなんです、かまどで出会ったんです。お君ええ顔しとるな、ちょっと地頭さんに拾ってもらった、あの感じです。本当に捨てられてたもん。あなたたちの前でこの頑張ってるのは私のおかげですから。おーうちはネタ見たいです。でも、本番僕も蟹市のアーラで愛と地球と競売人っていうミュージカルに出た時に大輝さんと出会って、武将隊やるきっかけを作ったのは大輝さんですから。だから二人とも大輝さんのおかげでこうやっておかげでやっておりますんで。そんなん言うたら丹羽智則君事務所の後輩やったのかもしれない。あ、そうでしたね、うん、初めてそうでしたねってお会いしてからちゃんと話するまで多分1年以上かかってるコミュニケーション取れない人ですね。なかなかですね、はい、黙って隅っこの方におりましたけど、今はもう非常に仲良くさせていただいてありがとうございます。お付き合いいただきましてありがとうございます。どうしようかな、最後紹介した方がいいのかどうか。横川祐希君、今日は明智光秀やってくれました。いいんじゃないですか。いらん本物ええか。じゃあ次のコーナー行こうか。5対1。それでも前出てきますね。行っとこうか。いいよ、はい、横川のどうしても明智光秀を出したくて、はい、今名古屋を代表する役者の一人となってきてます、横川祐希をお願いしました。どうも、名古屋出身の横川祐希でございます。カニのなんかゆかりがあるとかそういう方が出るんですよね。カニのゆかりは僕だけです。あ、僕にゆかりがあったんです、はい、カニの紀藤さんとだけゆかりがあるんです、はい、ちなみにカニに来たことは、
一回あの宮田さんと、ね、一緒にお仕事でね、はい、やりましたよね。なんであの蟹石の方とちょっとずつこう絡みがあるので声をかけていただいたのかな。ここはイベントであの一緒にやったこともご一緒させていただきました、はい、そこは初めての。それぞれに活動してまして、横川くんはもう自分でプロデュースもやりながらやってます。何かイベントとかありましたらぜひお声掛けしてあげてください、はい、そこまで宣伝してもらえるんですか生放送してますから、ね、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、今日はですねこの後この5人の武将たちと一緒に遊びながら番組最後までやっていこうかなと思っております。はい、この後やるイベント何がするのかちょっとそこの紹介は後にしまして、はい、まず5人の皆様には、休憩してもらうなり舞台の上でゆっくりしてもらうなりゆっくりできるでしょ舞台の、ちょっとその辺でフラフラしておいてください、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この後ですね、ちょっとしたゲームをやります。その準備にこれから入らせてもらいます、はい、でね、まあ、ただその準備してる姿見てもらってもどうしようもないのでちょっとここで